こんにちは、VTuber キマイラです。デュオリンゴ、イリシゴの、続きになります。もうちょっと、録画しての2時過ぎてるんで、こんなに長くなると思ってなかったんで、まあ、さっさと、なんか、5発消えて、なんか、夕方ぐらいまた、ベトナム語やると思ってたんだけど、若干終われるのかぐらいちょっと不安になってるんですが、なんか新しい単語きた、ちょっと待ってね、これもちょっと見やすくできるかな。で間違えた、こうかな。字が見えない、シロフン、まあ、全然意味もこれも分かりませんが、まあ、こうシューっていうのはさっき覚えたので、シュル、まあ、これローマ字で言ったら O に近い発音のはずなんですけど、で、まあ、点がないのでプーじゃなくてフーになるみたいですね。で、うん、で、だ。で、どうしよう。だで始まるのが、そうそう。これさっきうんって習ったけど、なんか母音になったり N になったりするというなんか、いやちょっと大丈夫。なんか、うん。今画面触ったんで録画にちょっと。赤い線とか入ってたんじゃないかな。うん、ちょっとまあその時はごめんなさいっていう、あんまり謝る気ないけど、でですね、これさっきうんって習ってたくせにうんで発音しやがらねえの。あず、これもまだ習ってないけど、まあ前があだから。何だったっけね、これ。as な。だから、見えないから、こっちが、まあ、N になったりするっていう。ファ。フェ。これですね。フェ。ロンドンときた。ロンドン。まあ、全部 L で始まるよっていう。で、次 O で続いてるよと。で、うん、これだよって。まあ、D、O、うん、ロンドン。ロンドン。うん、はい。ゾール。ゾール。ゾール。なんだろう。だから似てるねん。これがドルぐらいのはずで、こっちがドルから。ドル。ザル。はい、字が似てます。アズ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 。まあまあ一応だから、一個新しい文字出てきたら、結構丁寧に繰り返すみたいですね。これですね。ね。はい。の。の。本当に割れるのかなって。ピア。ファですね。ファが。これかな。ファ。はい。で、リが。で、はい、で、な、はい、また生活音ちょっと入った気がする。as、
ね。うん、だからちょっとあの、まあ、音声教材とかまず文字がないから読み上げとかあのアイヌ語とかするわけないんだけど、ちょっとともともと VTuber あのするようにとかあの言ってくれた人がゴールデンカムイ好きだったり、ちょっとアイヌ文化のことも興味ありそうだったから勉強しようかなと思ったんで、何言いたかったんだっけ、これですね。ね。だい。だい。あ、ね、だから、この点々みたいなのが、なんか、そう、なんか、なんかの母音量みたいな。その規則性は私分かってないんだけど、なんか、これとこれが音が違うとかね。で。スラフン。なんだろう、なんかちょっとなんかの民族音楽で、これに近い単語を聞いたんだけど、なんかロシアだったかアラビアだったか忘れたから、ちょっとそれかな、なんだけどこれかな、シロフン、100%です。なんかもう若干終われねえみたいな感じになってるんですが、まあまあとりあえず続けます。まあ、一旦ここで動画切ります。ご視聴ありがとうございました。VTuber あのキマイラです。チャンネル登録よろしくお願いします。